you out of my head. Try to stray, try to forget, but the thoughts they seem to drown me. ヤッホー、ナミです。今日はお休みの日なんですけど、 A クリニックっていう美容クリニックに行く予定があります。なんか最近さ、毛穴がめちゃ目立ってて、あと小鼻なんだけど、ファンデーション塗ったらだいぶ隠れるんですけど、なんか結構赤くなっちゃってて、スピナと。もうすぐ彼のところに会いに行くし、そろそろ美容課金しようと思って、新宿にある A クリニックっていうところに今日は行ってきたいと思います。で、何するかはまだはっきりと決めてないんですけど、まあいろいろ調べた結果ポテンツァがいいんじゃないかなって思って、でもなんかその中でいろんな種類あるから、そこはカウンセリングして決めていこうと思います。うん、美味しい。はい、ということでもうちょっとゆっくりして、よくやってクリニックに行って、その後の1日の Vlog も撮ろうと思うので、ぜひご覧ください。じゃあ、一旦着きました。この A クリニックっていうところの、いろんな店舗あると思うんですけど、新宿店に今日は来ました。すごい気になってて、ポテンツァずっとやりたかったので超楽しみです。7階受付。感じか。私も初めてなので、めっちゃ緊張します。うまくいきますように。サウナは2、3日後からだって。意外と早く入れて嬉しい。そしたら初回ポテンツァすごいおすすめですし、カウンセリング終わりました。先生めっちゃ優しくてよかったです。今回するのはいろいろ相談したんですけど、ポテンツァにしようと思ってて、でそのポテンツァってなんかいろんな針があるみたいなんですけど、その中のドラッグデリバリーっていうその薬剤を肌にちゃんと浸透させてくれるすごいいい針があるよって教えてくれたので、それにしようかなっていうことになりました。薬剤もいろいろ選べるんですけど、今回ちょっと私がいろんな悩みを言いすぎて、なんか全部に効くやつをおすすめしてもらったので、マックームっていうやつをしようと思います。ポテンツァって結構高いイメージあるんですけど、結構お手頃に今回受けれて、 A クリニックさん初回初めてだと39,800円で受けれるみたいです。他にもいろんなキャンペーンがやってるみたいなので、そこ見ていただければと思うんですが、今回私これでやってきます。今から洗顔します。よいしょ。すごい綺麗なので、ちょっとつい動画を撮っちゃうんですけど、ここからやっていきたいと思います。やっぱここが気になるんですよね。あとここのニキビ跡も気になる。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタはこちら。ちょっとお辛くないでしょうか。はい、でこの後麻酔のクリームを塗りしてもらいます、はい、結構痛いですか。ポテンツァこれから麻酔のクリームをのせいたしまして、麻酔のクリームをのせするとかなり個人差があるのではっきりとは言いにくいんですけど、半分ぐらいはお痛み軽減するかとは思います。麻酔中です。こんな
若干感覚なくなってきたかも。これからホテンザ始めてまいりますが、まずはじめに RF の高周波をお顔全体に、肌の中のその総消臭力というのが働きまして、傷を治そうとする力でコラーゲンやエラスチンの分泌が促されたり、そちらを終わりましたら美容液をお塗りして、針で奥深くまで美容液導入していきますので、はい、美容液の導入に入ってまいります。こちらから失礼いたします。お受けいたします。お痛み大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。で続けてまいります。どういう人に向いてるんですか？その幅広い悩みに対応している施術でございまして、例えば今お受けいただいておりますドラッグデリバリーのマックームは、毛穴の開きであったりですとか、ニキビ跡、あとは小じわなどにも対応できますので、そういったこう幅広い お悩みある方ですと、結構あの1回でも効果実感してしていただける方が多いかと思います。本当に思ったよりも痛くなかったです。本当ですか？良、はい、かったです。わあ、気持ちいい。冷たくて気持ちいいですよね。タオル外しいたします。直後の肌こんな感じです。思ったよりも赤くならなかったし、出血もなかったみたいです。動画撮ってるので見れば私もわかると思うんですけど、本当に痛くなかったかって言われたらちょっと嘘なんですけど、本当にチクチクするぐらいで、美容液塗るときは心地いいぐらい良かったです。さっき TikTok で調べたら結構若い人いて、なんか出血もしてる人もいたので、まあ大丈夫かなって思ったんですけど、これだったら大丈夫だと思います。安心しました。はい、ということで、これが直後の肌な感じでした。You mess with me, boy. You are the cause of all my stress. You've been ignoring all my tears. 久しぶりにオニバスに行きますか？今はヒリヒリもせず、何もダウンタイムなさそうです。よし、今日の一日のスケジュールは終わったので、一旦お家に帰ります。たくさんお土産も買っちゃった。サンドルとスコーン買いました。帰宅しました。今日の用事はこれで終了です。朝から皮膚科、A クリニックさんに行って、お買い物たくさんして、カフェも2軒ぐらい行って、一人時間結構楽しみました。いつも友達とお休み過ごしてるので、久しぶりに自分一人の時間でした。よし、帰ってきたので、買ったものたちを整理していこうと思います。じゃあ今から玉ねぎ切っていきます。何を見ているかというと、 YouTube 見てるんですけど、うちはクリスマスの時期にロンドン行く予定で、ロンドンからどっか違う国に彼と一緒に行きたいなって話をしてて、クリスマスマーケットとか行ってみたいんですけど、やっぱりドイツがいいんですかね。すごいクリスマスマーケット、ドイツはやっぱり綺麗。すごい大きそう。行ったことある方いたら教えてください。おすすめ。いただきます。
さつまいも入れたのでちょっと黄色い気がする。最高。ではゆっくり食べたいと思います。また明日。おはようございます。次の日の朝になりました。結構顔は腫れは全然なくて、むくんでるのかな、ちょっとむくむかもしれませんって看護師さんに言ってもらってて心配してたんですけど、そこまで大丈夫そうです。で、肌の調子なんですけど、次の日はやっぱりちょっとなんか針の跡が残ってる感じでした。はい、ということでご飯いただきます。昨日買ったスコーン。じゃあいただきます。3日だったかな、撮る予定なかったんですけど、ちょっと思わず前の鏡見たらいい感じやと思って、まだ前髪巻いてないんですがカメラ回してみました。すごい、なんか今までやったらプツプツっていうのがすごい見えてたんですけど、それがなくってほんと陶器肌っていう感じになってきた気がする。こっちの方が若干治りが遅いのかな、まだ針の跡がある気がする。完全にの準備はこんな感じ。ちゃんと夜に乾かせれてたら、駆使するだけでちゃんとストレートになるのでありがたいことに、そのまま前髪だけ巻いて会社に行くことが多いです。よし、着替えて会社に行きます。朝ごはん食べやる時間あるかな。はい、そう。おはようございます。じゃあ今日は友達とピクニックに行ってくるんですが、めっちゃ光ってない？毛穴もなくなったし、鼻のところの気になるのもちょっと少なくなったかなって思います。鼻痛かったんですが、ちょっと我慢して受けてよかったなって思いました。はい、ということで、あの A クリニックめっちゃ良かったし、いろんなところにクリニックあるし、他のメニューもいろいろあるし、今回受けたポテンザも39,800円で受けれるので、ぜひ皆さんも初回限定のやつ受けてみてください。ということで、詳しくは概要欄に貼ってるのでそちらをご確認ください。ということで、また来週、バイバーイ、行ってきます。No, no, used to be each other's best friends. Yeah, and now we go our separate pathways, but your heart